一時停止とは、主に道路交通において、車両などが一時的に停止すること。また、交差点やその付近において、道路標識等により、車両などが一時的に停止すべきことを指定されていること。一時停止の道路標識と、路面表示日本の道路交通法には、一時的に停止すべき場合、及び、一時停止の道路標識等に基づき一時、 停止する場合とが定められている。車両及び路面電車は交通整理が行われていない交差点、またはその手前の直近において一時停止の道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない。この場合において交差道路を通行する車両などの進行妨害をしてはならない。 道路の状況、交差点における道路の優先関係、他の車両の通行状況の一切遺憾に関わらず、停止すべき場所で一旦車両が完全に停止しなければならない。停止すべき場所で完全に停止することなく、再助行で通過した場合であっても、指定場所一時不停止の違反となる。また、交差点安全進行義務などとの関係から、完全に一旦停止した後に、 交差点の左右の安全確認を行い、さらにその後、徐行して、交差点に侵入するものとされている。また、ただ単に一時停止、安全確認及び徐行するだけでなく、交差点や車両の状況一切いかんに関わらず、交差道路の車両などの進行妨害をしてはならない。そのため、交通事故が起きた場合において一時停止があるがあの、車両は、 一時停止がない側の車両に対して一般的に不利になる。一時停止の道路標識が交差点の手前の30メートルの単路の場所に設置されていた場合でも当該交差点における指定場所一時停止の効力を認めた判例がある。法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するための一時停止。道路交通法では一時停止すべき時間に定めはないが、 右左右の安全確認をすると同時に1秒以上の車体が完全に静止したことをもって一時停止の要件を満たす。警察による取締り指導基準では数秒の停止状態が規定されているが、およそ左右確認を各1秒とし3秒くらいの静止が望ましいと言われているが、内部基準に過ぎず法令上の根拠はない。ただし、 交差点へ侵入するための安全確認には一定秒数が必要となるため客観的に見て停止時間が極端に短い場合は交差点安全進行義務違反が疑われることになるアメリカ合衆国では一時停止の標識はストップで交通ルールでは原則として交差点に先着した順に安全を確認した上で通行することとされているストップの標識とともに 全車一時停止が必要な交差点には、オールウェイストップや、ストップ4ウェイ、または、ストップ3ウェイが合わせて表示されている。2方向のみ一時停止であれば、ストップ2ウェイが表示されている。アメリカでは、スクールバスが停車した場合、スクールバスの後続車両は、その間最低25フィート離れた場所で一時停止する、必要があるほか、 スクールバスの対向車両も一時停止することが義務付けられている。また、アメリカでは、日本とは異なり、踏切の直前において一時停止することが禁じられている。道路交通法実務研究改編、図解道路交通法東京法令出版、2017年5月10日、ご定番。交差点における車両等同士の優先関係については、 優先道路の項目を参照。ただし、一時停止の標識がある交差道路は必ずしも優先道路とはならない。例えば住宅街等の同幅道路で同一車種同士の出会い頭事故の場合、一時停止なし側が除行せず、一時停止側が一時停止ないし除行していた場合には過失割合が四六となる。これに対し、一時停止の有無にかかわらず、 優先道路、または、広幅道路とそうでない道路との場合、過失割合が2、8から1、9と非常に不利になる。警察庁交通局、交通規制基準、P141 から14万2144から145。 h t t p s w w w n p a g o j p r o テ s n o t i f i c a t i o n k o u t u 制スラッシュ k i s e i 2 0 1 7 0 4 2 4と p d f a b c d e 日本人が迷いやすい、間違えやすいアメリカの交通ルールを15個まとめてみた。junglecity.com 2019年1月23日閲覧。ABE ブルーガイド編集部、ブルーガイドわがまま歩きアメリカ西海岸実業の日本車、2017年 P322。ありがとうございます。